薄いか、赤みが足りない。ちょ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 、叫んでる。こんばんは。はい、 NGT48 のあゆとろこと中村あゆかです。イエーイ。はい、今日はなんか今日ね、攻めの赤、これ攻めの赤なんだ。いやちょっと攻め何、誰かと思ったってあ、そう、なんかこれ去年着てた T シャツあんだけど、なんか出てきたから着てみた。真っ赤だな、真っ赤だなって感じだよねえ、私さ今日さ、あゆさ、あのさ、モバメにさシャーベットピンクの受付今日の2時ですとか嘘書いたよね29までだよね。何、嘘とか、嘘と書いちゃったメンゴー、なんかまた1日ずつなのかと思ったらなんか29日まであったみたいで申し訳ないです、ごめんね本当にあゆ太郎情報とか書いて、シャーベットピンクが2時まで、ショールームが6時まで、オープンネットが9時からですとか書いといてさ普通に間違えてた、ごめんよ。そう、テヘペロ、テヘペロって言って許されないかな、許してくれるかな、間違えちゃった、ごめんね。そうなんですよ前髪が薄め、薄め&長め。許してくれる？ありがとう。そうだね。そう。あと何話そう？あ、そう、あとね、なんかマイク、オープンレックでさ、そのまま違う方でなんだけど、マイクを買ったんですよ。で、設置するのが朝それ止まっ、なんかバタバタしてたんだけど、なんとね、自分でできちゃったマイクちょ、マイクおもろくないさあ今回もやっていきたいと思いますつってうん、レコーディング多分できるんじゃないかな。オーディオインターフェースも買ったんですよ。うん。こうやって。そう、なんかやればできた。私。何か宇宙人みたいなの。ありがとう。そう、なんかもうこれをはめるの、ここをはめるの、マイクをはめる部分とか。あとはなんかスタンド、なんかめちゃめちゃ調べて買ったんだよね。なんかスタンドがあった方がいいとか、あ、スタンドじゃない、アームだ、アームを買った方がいいとか、このカバー、なんかねもう一個あるんだけど、なんかこれもさ、すごいよく見るやつでしょ、これ、こういうのあんじゃん、こうじゃなくてこっちの方がいいみたいなのを見たから、あ、じゃあこれいいんだと思ってこれを買ったり、買ってみたりとか、あとはちょっとうるさいな、ちょっとうるさーい、静かにしてとか、あと何買ったっけな、 あとはいろいろ買ったんだよな、あ、どっか行っちゃった、チュ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 
音出せるらしいっていうやつのただのコードなんだけどとか、あとちゃんとオーディオインターフェース買ったでしょ。でこれもここのさ、この線もこれ線ついてるかついてないか分かんないくてちゃんと調べて、ついてなかったからこの線も買ったそう買った。でこんなもんかな買ったのは。うん、を買いました。全部自分で調べたそうなの、全部自分で夜中とかなんか寝る前とかに調べてて買った。そうなの、うん、いやマジ投資だよねえらいね、ありがとう。そう自分でなんかまあその OBS っていうなんかその配信ソフトみたいなの使ってるんですけど、それの設定とかもちゃんとして、だから今までのオープンレックはなんかちょっと聞き取れないとこも多かったと思うんだけど、これでマシになるんじゃないかなって思ってますうん、これでね歌配信できてね、ショールームで多分これで歌配信やったら、うんね、良さそうだよね。そうそうこれで そうなの、私ぐらいしかやってないのこんなのえそうなの、みんなやってんじゃない。これでここになんか起立性独立性のあるグリーンバッグのやつをここに置いたら、もう私配信者なのよ。でウェブカメラとリングライト買ったらうん、そろそろ配信者なのよ。髪色素敵、嬉しい、やったー。うん、うん、完璧なんだよねそうすればでも私ゲーム姿の私本当に自信がないのね、絶対的にブスなの、笑うから何がうんさ、本当ブスなの。だってさ、まず姿勢も良くないからね、こうやって喋ってじゃなくてこうやって今あぐら描いてるんだけど、まあぐら、まあ、椅子全体が映るとするじゃないですか。そしたらもうこうだよ、こうやって画面見て、あ、やばいみたいな。絶対にブスなの。あつ森とかだったらいいんだけど、スプラトゥーンとかはブスなんだよねうん、そうなの。まあしゃあない。でもさ、そんなに必要？顔出しって。うん、マスクしたいもんね、するとしたらそんなに顔って必要？顔出しって必要？いらんくない？だって会えてるじゃん今。うん。会えてんじゃん。そういうことじゃなくて。うん。もうだって別にそんなに顔に自信があるわけでもないしで、うん、あんまり顔出しの気持ちがあんまり湧かないんだよな正直うん、あんまり湧かない、うん、あんまりね本当に顔出しの
意欲があんまりないんだよな。そうなの。おいこもなんか言ってるわ。おいこ来てるんだよね。そうなの。あんまりなんかでショールームはもう顔渡すじゃん。なんていうかな、ゲームじゃん。だからあんまり、あんまりそのオープンネックのゲーム配信に対してあんまり顔出しの必要性を感じたことがないんだよな。まあ見たいのか。難ぴーな。まあでもやるとしたらまずはさ、グリーンバックも買わなきゃいけないじゃん。ちなみに他の実況者さんって顔出し、普通のゲーム実況者さんって顔出ししてないけどね。普通のはね。でもグリーンバックも買って、リングライト買ってカメラ買い直さなきゃいけない。そう、そうそう、来たよ、ありがとう。そう、グリーンバックってめちゃめちゃ高いんじゃない？だからちょっと今は買えないかも。マイク買っちゃったし。そう、あれがいいって言ってたんだよな。どこのか忘れた。なんか自分でこうやってウィーンって持ち上げればこう立ってくれるやつ。私そんなみんなみたいにお金持ちじゃないもん。だからね、まあ調べてみるわ。グリーン、出てこない。分かんない。後で、あ、エルガト、あ、エルガトンって聞いたな。あ、それかも。それかも。あった、ほら、2万円する。高い。あった、これだ。そうなんですよ。そうなの、この起立性、なんか立ってくれるやつ、自分でがいいって。キャプチャーボードはどこ、アバーメディアのやつ使ってる。アバーメディアさんのなんだっけな、 GC500 なんだっけな、忘れちゃった。
そうなの。だからまあちょっと先にはなっちゃうかも。なんかみんながあのやってほしいっていうのは分かった、うん、分かったから、あとは財布ですね、うん、リングライトとあれグリーンバッグとリンあウェブカメラうん、今はちょっと無理かな、うん、私はちょっとみんなみたいにお金ない、申し訳ないんだけど、え、あ、そんな売り切れって買えないの、え、無理じゃん、じゃあ本当だ、お取り寄せって書いてあるじゃん、え、無理じゃんあ、無理じゃん、本当だ、お取り寄せって書いてある、無理ポじゃん、無理ポ、終わった、うん、あ、そうなんだ、とかめっちゃ詳しい人いるね、うん、ピエピエー、うんうんお取り寄せなんだもんね、無理だね、まあそうだね、ゲーム配信もしつつ、まあショールームもしつつ、なんか最近はゲームを毎日しちゃってるんだけど、ちょっとゲームの頻度はもうちょっと落ち着かせようかなって思ってますなんかうんかなって思ってる。そうなの、本職はアイドルだからね、まあそれを言ってしまえば私はいろんなものに手を出してるんですけど、うん、もうちょっと落ち着かせようかなって思ってます、うんそうそう、まあみんなを楽しませれたらいいなっていうのと、私のちょっとまあ活動がちょっと広がればいいなって思ってるので、まあみんなも暇な時とかいろんなの見てもらえたらいいなっていいなって思いますって、うん、そう、でもなんかオープンレックしてて思うのが、いろんな人がちょこちょこ見に来てくれてるなって思うんですよね。だから私がもうちょっと喋りを上達できたらうんいいんだけどうん、なかなかスプラトゥーンをしながらコメントを読みながらっていうのがちょっと難しい、まだ慣れない、うん、まあスプラトゥーンだけじゃなくていろんなゲームもやってみたいと思ってるので、オープンレック配信におじさんもいるよいるよ、うんそう、でも面白い？どうかな、オープンレック、多分みんなはさあんまりじゃない、正直みんなは正直あんまりな気がしてちょっと心配あ、本当？楽しそうだからいいよ、優しすぎない、うん、うんうんうんたまに腹から出るくらい聞いて笑ってる、本当に？本当、私そんな面白いこと言ってるかな、言ってるかな
そうなの、コメントが少なめでちょっと心配になる。ショールームはさ、割とテンポよくコメントをみんな打ってくれてありがたいなっていつも思うんだけどそうだからちょっと不安になっちゃう。今日あつ森する。そうなの、ゲームに集中してるから。あららら、じゃあぜひアーカイブも残ってるのでみんな何回でも見てね今日これあるから。もうだからちょっとカメラを買ったりするまではみんなあゆがどういう顔でどういう表情でやってるかっていうのを、まあ、想像しておいてほしいかな今あゆはこうかなっていうのを想像しておいてください。ほんとこれほんと今日のねえおうち、ねえ怖い、なに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 、マイク落としそうで怖いんですけど。えなったわこれ何がすごいってさ、じゃあほんと今日の9時から見に来てほしいの。あ、これのボタン早く押したくてしょうがないさ、このオーディオインターフェースのこのこれを押したくてしゃあないのね。だから早く来て早く来てそう、これこっからスピーカーにしてたら出ないかな、これ。あ、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 これ抜けばいいのか。あ、あれ、あ、あれ、ちょっともやり方わかんないんだけどちょっとやり方わかんなくなっちゃったんだけど、ちょっとやり方わかんないけど、まあ、見てから見に来てほしいの何今の時間、あああれあれあれとか恥ずかしすぎんだろはい、のでうん9時からやるから見に来てね。老けてねえし、年取っただけだしやっぱ良くないよね、なんか悪口ばっかり気にしちゃうのって。最近そう思ったんですよね。なんか私も優しくなれば周りの人も優しくなるなって思ったの。なんか優しい人には優しい人が集まるなって思ったから、優しくなりたいなって思った最近。うんいや最近そう思ったの、うん、やっぱりみんなも、私はあのそう優しい人が好き、私に対しても、まあ私の周りに対しても。なんか正直私のことをさ悪く言う人なんかもうどうでもいいだけどなんか私の周りの人を言う人の方が嫌だなって最近気づいたのね。私のその周りの人、まあ、メンバーでも何でもさそういう人を、なんかなんていうのかな、私の悪口はもうどうだっていいんだけど、私の周りの人をなんかあの悪く言うような人の方が苦手だなって思ったの最近うん、って思ったの。先日が何が？何が？全然？うん。そう。
ってことに最近思って、だからそう、私のファンの人はみんないい人だよ、もうそれはもう大前提、大前提、もう大前提だけど、うん、私も優しくなったらきっとみんなもなんか笑顔になれる時間も多いと思うから頑張ろうって最近思ったんだよね。そうそう、最近思ったんです。だって悪口言う人はちょっとしかいないけど、まあ、みんながいっぱい甘やかしてくれるから、まあ、基本的に悪口は忘れれるでしょそのこと自分で言うのあの、うん、そうなの、21歳になって考え方がちょっと変わってきたもし傷ついてもさ、自分が何か言われてさ、やっぱ褒め言葉よりも悪口の方が私すっごい気にしいだから、悪口の方をねずっと、あーなんでそういうこと言うの、でも確かにそうだよなってやっぱり考えちゃうわけ。でもみんなが大体褒めちぎってくれて大体もうすぐ忘れちゃうからみんなには本当に感謝してる生誕ティーが届いたようで、来てくれてる早速今日着ればよかったね優しさに甘えるんですけどはい、最近はやっぱそのみんなにたくさん応援してもらってる分、なんか割と元気割と元気って言ったらなんか前より元気、うん、元気うん、元気だよ、うん、うん、元気、うん、そう、ご飯しっかり食べれてる食べれてるよ。今日はお昼に山田と電話して、あのね、あゆ山田がご飯食べるって言ってたから、じゃあ今食べようかなと思ってインスタントラーメンを食べました山田はハンバーガーを食べてましたうん、うん、そう、山田マジおもろい本当に。うん、あつ森にゲスト来るの今日はちょっと来ないんだけど、あのね、呼んでる、呼んでるっていうか今日は来ないんだけど、今後あのあつ森 NGT あつ森メンバーを呼んで、あのいつものあのね、知ってる方ももしかしてるかわからないですけど、あつまれ新潟の森っていうちょっとダサめな、グループラインがあるんですけど、そこのメンツを呼びたいなって思ってますはい、モフとかは来ないけど、その現役のメンバーだねを、はい、呼びたいなって思ってますペロペロも来ますか、ペロペロも来ます、呼んでるいいよって言ってたペロペロはそう、モフちゃん元気、元気だよ。あんまりね、卒業したメンバーのことはいろいろ言えないんだけど、まあ、気になるよね、よく聞かれます、萌香さん元気とか、うん、みなは続いてないね、みなはね今遊び対戦をやってる、私あのうん言ってたペロペロ誰ですか、ひなたんです、そうそう、そんな感じかな、そんな感じかな、そんな感じかなって私よく言うよね、うん、今日はすごいまったりした配信をしてしまっているけど、これちょっとこっちに大丈夫か一番ガチにあつ森してる人はリカタンだね、うん、私スプラトゥーンとかやっちゃってるから、まあ、特に時間操作もせずにまったりしてるんだけどそうなの、だから今日の私の島紹介もあん
まり期待はしないでほしい正直あゆの島そんなすごくない。リカタン、そうだね、 あとひなたんかな。いやでもリカタン、ひなたんとかかな。いずれね持ってる。みんなも呼びたいんだけど、みんなってみんなね、みんな呼びたいんだけど、プライベートマッチとかスプラトゥーンのさ、プライベートマッチとか、あつ森の島遊びに来てよとか言いたいんだけど、持ってない子がかわいそうで、やっぱり持ってないみんなのやつね。ガタネ、ガタネは最近第五人格出てんじゃないかな多分。そうなの、それがねちょっとかわいそうだね。私のファンの人ってほら、あのやきもち焼いちゃうから、すぐ私のファンはすぐやきもち焼いちゃうから、だからちょっとうまい方法ができたらいいなって思ってますちょっと笑っちゃったちょごめん間違えた、間違えた、あの口なんか くは間違えた、じゃ間違えたんだって、あのくとか別に出してない、あの本当は思ってない言葉がたまたま出ちゃう時ってありませんか。ありました、今それでしたって感じ。だから私のファンの人はやきもち焼きだから、もうどうやってやろうかなーってき思ってます。擬音語とか変えたじゃん、くからきにけそう、まあでもね、なんかどうにかプライベートマッチとかをやりたいんだよな、スプラトゥーンそれとかね、なんか今はできないけどさ、なんか一時期じゃない、アイカブっていうアプリがあって、でそれでそれでみんながいて、で私がその抽選で当たった人とか、なんか挙手あげてくれた人とかと一緒に対戦してみんなが見守るっていう会があったのそういうイベントがあったんだけど、あれもああいう感じだったらね、なんかみんなと会えっぱなしっていうかさ、なんかみんなが寂しくならないから、それがねいつかできたらいいなって思うんだけどそうそう、まあ、私もみんなの表情を見えつつ、私のこともみんな見れてて、そう、手こうやってね、みんなねいいなって言うけど手あげないのよ私のファンの人ってちょっとやりたい気持ちあるんだけど、でも結局やるってなったらやらないのよそう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 、だから、まあ、入れ替え制で何回かやったらみんなできるのかなとか思ったりしてるんですけど、まあだからできることを夢見て、オープンレックでは自分のアカウントじゃない方 の、 あのサブアカを作って、そっちでやってる、そっちでできる日を夢見て準備をしているところですね。マリオカート、マリオカート全然上手じゃないよ、全くショートカットとか全然できないよそうそう、あ、ボンバーマンは一番苦手なゲームですね、そうあれやりたい、ちょっと怖いやつやりたい、ボンバーマンは本当にできない、本当にできないのよボンバーマン。マリオパーティーしようじゃあ今度。
間を取って、何の間か分かんないですけど、マリオ続きでマリオパーティーを今度やりたいかな。私めちゃめちゃ弱いよ、マリオパーティーの配信はみんな楽しめるんじゃないかな、なんか酔うとかないし、だからなんだけど私超弱いからね、うん、ほんと弱いのよ、マジで弱い、ビビるくらい弱い、いつも負ける、いつもビリ、いつもスター取られんの、ほんと無理。うん。テニスなかった、あ、テニス持ってるよ、マリオテニスエース持ってる。まあでも遊び対戦とかもまあ今後やりたいし、まあ今日の夜はあつ森なんですけど、あつ森配信を見に来てくれたらいいなと思います。最近ちょっとね、いや本当に私負けず嫌いっていろんな人に言われる、私さ負けず嫌いの性格やめたいんだけどどうすればいい。私負けず嫌いやめたいんですけどどうしたらいいですか。負けず嫌いやめたいんです、恥ずかしいんです。うん。無理やば、何無理って。え、待って、無理って何、え、何無理って、ジェジェジェ、何無理、無理って何、え、そう、やめたいって言ったらやめなくていいと思うって言われるの、でもなんでやめたい。大元の性格だからね。ちゃうじゃん、え。無理、なんでこんなみんな無理って言うのよ、なんかもうちょっとさ、うーみたいなさ、確かにねみたいな、ないの、え、なにこれ、え、こんな無理って思うことある、え。やばない、え、なにこれ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 、え、カオス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 。あ、パソコン落ちた。なんで無理なの、え、そうそう、だから同意が、何急にみんな一致団結してるん、何なん。何なん。無理って言われてもう終わっちゃうのが一番悲しい、まあ、話広がらない、もう終わりだもん、だって無理なんだもん。なんかさ恥ずかしいじゃん、なんか一人だけたまにムキになっちゃう時とかさ、もうそれが最近恥ずかしいの、なんかちょもう一回やっていいみたいな感じ、うん。そう、うん。かわいい、かわいくないでしょ、パッパ来たってなんなん毎回。見てる側、まあじゃあいいのか、エンターテイメント、私の負けず嫌いはじゃあエンターテイメントってことでいいですか、エンターテイメント性があるってことですか。こういうことって合ってますか。うん、そういうことで合ってますか、着地点はここで合ってますか。彼女がそんな感じなら、うん、合ってんの。うん、あ、そう、あ、そう、じゃあいいか、うん、ちょっとなんか尖ってる感じがしない、なんか丸くなりたい。うん、なんか優しくなりたい。なんか間違えて持ってきちゃった。優しくなりたい、なんか、うん、向上心の塊、うん、あ、顔じゃない、うるせえうるせえ、あ、うるさい。優しくなりたい、うるさいも口がおだまり。
おだまり、うん。そう無理め英語でどうぞ。シャラップ、黙れあ、ご静粛にやばいな、うん、お静かに。そうだね、優しくなりたいなって思いますね、うん、顔は尖りたいけど性格は優しく丸くなりたい、うん、あと可愛くなりたいでしょ、あと人気になりたい、あと何かな、人気になりたい人気になりたいじゃない、もうちょっとツイッターのいいねとか増えないかなって思ってるよ私。もうちょっとツイッターのいいね増えないかなって、フォロワー増えないかなって思ってるよ そう、増えないかなって、みんなはいいねしてくれてありがとうって思ってるよそう、可愛いポーズしてみて。何？絶対違う可愛いポーズって何？こういうの？どうなんだろう？可愛いの、可愛いポーズって何？私すっごい伸びるんだよ。でしょ？見た？伸びます。ぜひとも触ってほしいんですけどね。ちょっとすいません。ちょっと触ってる風で。はい。45分だし、もうそろそろじゃ終わろうかな。今日は9時からオープンレッグもあるしねほい、うん、お疲れ様、ありがとう。アーカイブ残しますが、ショールームアーカイブないのようん、あのショールームにアーカイブはないんだけど、オープンレックにはありますけどね、うんはい、オープンレックの方はアーカイブ残せたら残したい、まあ、これの調子が良ければ9時からぜひ来てください。これのお披露目しますはい、映像倉庫ね、はい、私でも、ね、映像倉庫に言うね、私がそのアーカイブ残してくださいとか言ってるわけじゃないから分からないんですけど、はい、9時まで私はちょっとあつ森のなんてあつ森をちょっと整理整頓しておくので、9時にぜひオープンレック遊びに来てください。今日の1位は1位ヌヌヌさん、2位がヌヌヌさん、3位がヌヌヌさんでした。ありがとう。これかわいいポーズじゃん。みんなとハート作れるよ。はい、じゃあまた会いに来てね。以上。
あゆ太郎こと中村あゆかでした。バイバーイバイバーイ、押したろ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 、バイバイ押したろ、バイバーイ